本日はビジネスサミットのこの昼食会にお招きをいただきましてありがとうございます。この直前まで私たち3首脳もサミットを行って今米倉会長がおっしゃった方向にほぼ沿ったことについて いくつかの合意を、前向きな合意ができましたことを冒頭にご報告をいたしておきたいと思います。えー、まあ今回の日中韓のこのサミットは、4年前に初めて福岡で行われ、そして今回4回目に改めて日本が議長国として行ったところであります。 この3年間の間それぞれ大きな変化が世界にもアジアにもあったわけでありますが3首脳が一致したことはこの3カ国が協力することは3カ国にとってのみならずアジア太平洋そして世界の経済社会そして 安全保障を含めた大変重要なことであるということで改めてそのことを確認をした次第でありますそれに加えて今回は3月11日の大震災という我が国にとって本当に大きな危機にあるわけでありますが両首脳がわざわざ仙台に降り立ち 被災地、宮城、さらには福島に訪れていただき、本当に温かい言葉を被災者の皆さんにお与えいただき、また、産品を一緒に食するなど、そういう行動によって、私たち日本を、そして被災地を最大限にご支援をいただいたこと、 改めてお礼を申し上げたいとこのように思っております。震災後のこの日本経済については一部には懸念の声がありますけれども今、会長からもお話がありましたように特に経済界を中心に力強く再生の歩みを急いでいただいていると認識をしております。今回のことでサプライチェーンにかかる 生産拠点がかなりのダメージを受けましたけれども、えー、順次復旧し、えー、本年後半には復興需要にけん、えー、引された、えー、景気の回復も見込まれる状況になっていると思っております。えー、今回、えー、実体験していただいているとおり、東京をはじめ日本の大部分はこれまでどおり、 完全に機能し、えー、農産品を含む日本製品は安全で高い品質を保持をいたしております、ぜひビジネス界の皆さんにも安心してそうしたものを購買していただき、また多くの両国の皆さんが観光に来られることを私からも期待をし、お願いをいたしておきます。 えまた、今回のこのサミットによりまして本当に我が国が隣国の韓国、中国との間で進めておりました FTA の共同研究についてももっとスピードアップしようと。 ということで合意をいたしましまこれからそうした作業も含めてさらに経済面でも参加国の協力をしっかりと拡大をしていくそして日本のこの復興が中国韓国にとってもプラスになるアジア経済の全体にも 活性化をもたらすことになるそういうことを目指して参加国ぜひビジネス界の皆さんを含めて官民一体となって取り組んでいただきたいし取り組んでいきたいとこのように思っておりますこのビジネスサミットにこうしてお招きいただいたことを改めてお礼を申し上げ私からのご挨拶とさせていただきます本日はどうもありがとうございます